マリナさん、やっほー。こんにちは、リサちゃん。今日も冷えるね。ねえ、私もさっき家出たとこなんだけど、もう寒くて寒くて。こんなことなら家でぬくぬくしてればよかったな。ん？用事があって外に出たんじゃないの？ああ、ううん、用事っていうほどのものでもないんだ。ちょっと散歩みたいな。この前のクリスマス、ロゼリアでパーティーしたのはいいんだけど、ちょっと食べ過ぎた気がして。結構はしゃいじゃったんだね。だね。まあ楽しかったのは本当なんで。頑張って料理とかお菓子作って、それをみんなで美味しいって食べて。へえ、それはすごいね。準備とか大変じゃなかった？大変といえば大変だったけど、いざ作り始めたらだんだんテンション上がっちゃってさ、ついつい手の込んだものとか作っちゃったり。わかるな、それ。相手の喜ぶ顔を想像したらどこまでも頑張れちゃうよね。そうそう。あとはまあ今回に限ってだけど、サヨの影響もあるかな。サヨもさ、ヒナへのプレゼントのことでいろいろ頑張ってて、二人と仲いい友達としてはもうそれだけで嬉しくなったっていうか、それを見てたら、よーし、私もって。そうなんだ。ちなみにヒナちゃんは喜んでくれたの？うん、バッチリ。私とサヨもきっと嬉しかったんじゃないかな。やっぱクリスマスだしさ、みんなが幸せになれてよかったとか思っちゃった。うんうん、それが一番いいよね。私も今の話で幸せをお裾分けしてもらったよ。あ、本当？だったら頑張って外に出た甲斐があったよ。さて、そう言ってもらえたことだし、今度は私のために頑張るかな。それじゃあ二人ともまたね。